やあ、刹那圭介だよ。息してるーす。やっていきます。さあ、謎解きですよ。俺の苦手な謎解きフェーズですよ。と言っても、これは、ここの一番左のやつは、待っててくれって言って謎解きも出てなかったんやけどな。とりあえず左から2番目のこっちから潰していくという話で、やっていきます。確認ね。暗証番号のやつ。で、紙が2枚あるはずなんだけど、1枚しかないの。その1枚もどこ行ったんだい、君。その1枚がこれだったか。そうか、そうか。けど、もう1枚が見つからんかったら、これはお手上げな気がするんよな。もう1枚ってどこにある？探しながら別のもトライしていきたいんやけど、薬品がある。この薬品があるって何のことかわからんけど、変だと思われるかもしれませんけど、私、赤いアジサイのやつか。アジサイ探してくるやつや。このなんか薬品がどうとかっていうの気になるけど、食卓か。薬品か。じゃあその薬品、なんか知らんけど薬品を探しに行くパターンで行きましょう。これか。え？何の話？え？ピートモスって何に？そして、他のも二つ、なんて読む？あ、石灰。石灰か、これ。石炭？石炭ではないやろ、なんか違う気がする。ピートモスと、この、これに至っては何て読むか分からんけど、何て読むか分からんやつ。何これ？何これ？使い方はよく分からない言ってるやん。ピートモス。これ入れ替わりでこう、これもかよー。とりあえずピートモス持っていくわ。で、ピートモス持って行ってからの、とりあえず探してみなあかんのか。これはちゃうやろ？いい香りがする。これはアジサイじゃないやろ。てか、青いアジサイもあったかどうかわからんのやけどな、俺。正直な話。あ、これ、アジサイか。青いけどアジサイなんか。ほら、青いアジサイじゃ。この中に赤いやつが混じったとかそういう話じゃないだろうか。は？このアジサイを赤くしよう。待て、ちょっと待て。赤いやつを探すんじゃなくて赤くするの。ずるない。え、ピートモスを土に混ぜた。あ、変わらん。そういう話か。え、薬って、薬品ってそういう使い方するのか。ピートモスじゃダメだったんじゃ。あ、そうか。青から赤って、なんか、アルカリ性とか酸性とかの話だったんか、もしかして。けどごめんな。俺、理科に疎いけんさ、ピートモスとか、そういうんで、どうなるとかわからんのよな。とりあえずこれ持っていこう。なんて読むん、これ。リュウアンか？リュウアンって読めばいいのか？そのまま読んでいいのかわからんけど。リュウアン、リュウアン。青から赤って酸性だったっけ？もうそこも、わからんけど。あ、リュウアンだったんじゃ。変わらんのかい。え、石炭だったんじゃ。石炭だったんじゃ。もう、くそ、石炭か。石炭って読むよな、これ。石炭じゃないんだよ、よう考えたら、これ。炭だったらさ、山があるよな、上に。石炭じゃないな、これ。石灰。なんて読むんじゃ。いけ。負け。なった。よっしゃ、ミッションコンプリート。ミッションコンプリートだぜ。ゴーゴーゴー。なんて読むんだろう。結局のところ、下二つなんて読むんだろう。ピートモス以外。わかる人教えてちょんまげ。コメントで教えてちょんまげ。赤いやつ渡して、ありがとうございます。とても綺麗です。よかった。それではこれを。やったー！願いのピース、またよし。ありがとうございます。このさ、ちゃんとイリスくんがさ、ありがとうございますって俺を言おうところがさ、本当優等生っぽいよな。消す消さないの選択肢あるんじゃ。すごい、この子を読んで消す消さないの選択肢できちゃったのや。お前は、残しといてあげるわ。うん。それにしてもさ、青いやつを赤くして渡すってなんか騙しとる気分でちょっとな。お前そろそろいいやろ。あ、まだな。少しってどれくらいや、お前。お前の少しって何なんや。
お前の過ごしって何なんや、お前にとって野球って何なんや。いや、ここアジサイやったっけ。アジサイやな。もう消す消せないな、選択肢に入ってしまっとる。なんでグロテスクな人間なんだレイダー君。これはなんだ、クイズか。見てみよう。ああ、そう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 、住所が着ている衣服で、答えが分かったらよく探してごらんよ。で、宝物はそこにある。行けば分かるさ。アントニオ猪木。なんやけどさ、住所が着ている衣服、答えは衣服だよみたいなこと言おうけどさ、住所が着ている衣服って意味分からんのよな。あー、とりあえず衣服の方を探してみようか。てか1階にあったな、ドレス。こんで T シャツ。このさ、ドレスの隣に T シャツってのが流せるよな。あ、裾のあたり、袖手紙がある。なんでこんなところに手紙があるんていうか、当たっちゃったよ。謎解きせずに当たっちゃったよ。簡単に見つかっちゃったよ。なんか重要そうなアイテム。中は見ないでおこう。その通りやな。ラブレターだったりするけんな、口角しておいて、これを着て、あら、ここに何かあるわ、で、そういう見せ方するんじゃ。なんていう渡し方だ。近年、渡し方もだんだんさ、研究されてきたんかな。こいつだったっけ？手紙渡した。ありがとう。ドレス。そう。そういうことか。ごめん。俺理解せずに、見つけてしまったんよな。お前、そういうことかって、そういう、どういうことなん？教えてよ。気になるじゃないか。じゃあ、約束のものを。ありがとう。願いのピースまたよし、2個目。ありがとうございます。いちいち、ありがとうございますって言ってくれると。で、多分、選択、もう一回話しかけたら、また消す消せないの選択肢が出てくるんだろうな。これ、妹のメモをもらうやつで、はぁ、何これの状態なんやな。お使い。忘れ物を、庭園を見回ってたんだけど、庭園。で、それをと、忘れ物したものを取ってきてほしい。庭園が、庭園にあるもんで忘れ物して、あ、これメモって数のことだったんかな。庭園にこれだけのことがあるけん、全部、多いわ。だとしたら多いわ。そんなに集めてこいって言うんか、お前。両手塞がればリュックサッカー欲しいんやけど。鍋にいるのが、蜂蜜さんとかいるんか。チョコレート1、どんだけ忘れ物したんや、覚えられんわ。とりあえず、鍋、蜂蜜、チョコレート、炎ってなんだ。炎忘れたってどういうことだよ、お前。なんかの能力者か、お前。もう、ポータガル DS でも言わんが、そんな。まあいいや。ちょっと、庭見回ってくるわ。私たちはここにいます。ここには夢はちゃんとある。祝福が欲しいのならば、悲しみお尻一人で泣きましょう。そして輝くウルトラソウル。はい、全然わからんぞ、お前。お前のメモの書き方さ、センスなさすぎるんよ。鍋に蜂蜜さん、いや、わからんな。鍋に、はじめさん、チョコレート1、お前の、お前のメモの書き方センスなさすぎるんよ。見回ってきたけどさ、こんな、ここに書かれてるもの何一つなかったわ。ああ、くそ。本当に忘れたのか。こっち行こう。さっきこっちやろ。推薦の話だった。で、こいつは何だったんだろう。問題か。さっきまで机の上に食事を置いていたんだ。でも夜を話した隙になくなっていてね。盗んだ犯人はここに住んでいる猫のうちの一匹だけど、まあ僕はもう犯人は分かっている。君たちも探してきてよ。犯人分かっとんだったら自分でげよ、お前。俺ら犯人知らんのやけんさ。てか猫どこおるん。こっちがおらんで、こっちは。入れんだろ。でもって、こう言ってからの、こっちもいないな。外か？さっき外おらんかったけど、出来とったりするんか？あおるわ。青い目のやつ。アクア。犯人？私はよくわからないわ。さっきまでお昼寝していたもの。
これでこの子が犯人だって言うたらさ、とんだとばっちりやろな、この子にしては。わからん、犯人の見分けではわからんぞ。アンバー、アンバー、犯人俺はカッパーだと思うよ。あいつ食べるの好きだし。お前がアッパー、お前アッパーさ、お前アッパー、アンバーだこいつは。カッパー、あ、間違えた、ごめん、間違えただけなんですけど、間違えただけなんですけど、ちょっとごめん。間違えただけで殺されるとかなしや。お前がやったんちゃう、犯人はお前じゃないんちゃうんか。殺人事件の、殺人事件は起こってないわ。うっせぇ、こいつまだわからんのだろう。こいつコアなってきたけどさ、もう角に離れて通るわ、これ。あいつに近づきたらないわ、もう半径5メートルには入りたくない。で、こう言ってからの、ここにも1匹、3匹しかおらんの、これ。ヘーゼル。犯人？さっきアンパーの口にクリームがついていたのを見たよ。だから僕は違うね。アンバー。アンバーってさっき、違うって、違うわ、殺すぞって言って殺されたやつじゃない。こいつ怪しいなぁ。あいつが違うとなると、ここにもおったか。4匹目おったわ、4匹か。そうか。アンバーが言ったカッパーってお前か。やな、犯人？僕は盗んでなんかないよ。いや、はら、これ犯人の見分け方わからねえ。犯人の見分け方わからねえ。盗んでないよみたいなヒントになってないようや、これ。昼寝しとったんや。わからないや。ヒントないや。適当に選んじゃうや。はあ、はあ。お前が怪しい気がする。だってさ、クリームがついてたのを見たよって言うけどさ、うん、アンバー食ってないもん。お前が怪しい。うん、だってそう、そのアンバーに殺されたもん俺。なんでバレたのって言ったらさ、もう一回失敗しとうけんやな。シュークリームくれた。このシュークリーム返しに行くんか。かじられてないんか、このシュークリーム。あ？回復アイテム？あれ？あ、犯人当ててくるだけでよかったパターンな、これ。ちょ、シュークリームはおまけみたいな感じか。なんだ、そういうこと？こっちじゃないし。もうようわからんようになってきた。僕、もうようわからんようになってきたよ。おめでとう、当てたよ。そのシュークリームは君にあげるよ。なんで猫の、猫が加えとったもんを。じゃあ約束だからこれをあげよう。やったー、願いのピースまたよし。3個目で定番のありがとうございます。で出たよ、選択肢。また殺す気満々だ。そして一番左の部屋の人、そうそう、いいんじゃないですか。あー、お前の少しほんと長い。というわけで、残り2つ謎解きしなあかんのやけど、こっちが暗証番号必要ながらもう1枚がない。どこあるんだろう、何の状態か。これ終わったか。で、ここかちゃうわ。2人おるところ、2人。あ、ここじゃ、ここじゃ。メモの書き方にセンスがないのやつやな、これは。忘れ物、取ってきてほしい。わからんのよな。全然わからんのよな。手遅れで、もう、無理だな。これは無理だな。今回のパート終わりだな。セーブ、セーブしましょう。よし。というわけで、今回は、この辺で、ちょっと、息してるの、謎解きの内容がちょっとさ、もう、ヒントの出し方が雑なんですけど、な感じがしますけど、まあ、次回頑張ります。というわけで、仕上げ。皆さん、俺は、すっごく心が痛いよ。なんでかって言うたら、赤いアジサイを出てきてほしいって言った人に、青いアジサイを赤く染めて渡したからね。もともと青いやつを赤いって言って渡したんだぜ。確かに赤はなっとるけど、赤はなっとるけど、ちょっと心が痛いよ、それは。